フリードリッヒ・ザンデルフリードリッヒ・ザンデルは、ロシア帝国、ソビエト連邦のロケット、宇宙船のパイオニアである。ソビエトで最初に打ち上げられた、液体燃料ロケットガード X を設計したほか、宇宙への扉を開く多くの重要な理論的な貢献を行っている。ザンデルは、ラトビアのリガで、バルトドイツ人の家庭に生まれた。父のアーサー・コンスタンティノビッチは医者だったが、フリードリヒは、 医学以外の自然科学に魅了された。1898年、彼はリガーアヴバンテクニカルハイスクールに入学し、7年間トップの成績を保った。この頃、彼はコンスタンチン・ジオルコフスキーと知り合い、宇宙旅行に特に情熱を持つようになった。リガーパリテクニック・インスティチュートでは工学を専攻し、火星への流跡線計算を完成させた。火星は特に彼の興味を引き、 火星へ。が彼の有名なモットーになった。彼は1914年に卒業し、1915年にモスクワに引っ越した。彼はプロバードニックのゴム工場で働き、1919年からエアクラフトファクトリーナンバー4で働き始めた。1923年、彼は英会ミルコバと結婚し、アストラという娘とマーキュリーという息子を設けた。 マーキュリーは1929年に昇降熱で死亡した。職につかず、ロケットと宇宙旅行について研究に没頭した、数年後の1926年からセントラルデザインビューローオブアビエーションで働き始め、1930年からはセントラルインスティチュートオブアビエーションモーターコンストラクションで働き始めた。1908年、彼は 惑星観光校の問題点に関する初めての論文を発表し、その中で生命維持等の問題について論じ、宇宙船内の温室で植物を育てることを初めて提案した。1911年には従来型航空機のように離陸し、大気上層に達し必要がなくなると、翼を燃料として燃やして飛行する可燃性アルミニウム合金でできた宇宙船の計画を公表した。 1921年、彼は自身の素材を a s s o c i ョ t i o n of Inventors に提案し、そこで会合に出席していたウラジーミル・レーニンと出会い、宇宙旅行について議論した。1924年にはザッシュテクノロジーライフにその模様を発表した。1924年はザンデルにとっては特に活動的な年であった。前年、ヘルマン・オーベルトは、 影響力の大きい理論的研究 D. ラケテズデン、プラノティン・ラウマンを出版し、また1919 19年に出版されたロバート・ゴダードの革新的な研究 A メソッド・オブ・リーチング・エクストリーム・ワルタ・トゥーズがザンデルラロシア人研究者に紹介された。ザンデルはウラジー・ミルベッチン・キンラと共に Society for Studies of Interplanetary Travel を設立した。 初期の著書において彼らは地球の大気を宇宙船の大気検査突入の際の空力ブレーキとして利用することを初めて提案した。同年、ザンデルはモスクワで自身が惑星艦航行に適していると信じる翼のついたロケットについての特許を申請した。10月にはモスクワ研究所でロケットで火星に到達する可能性についての講演を行った。 公演後の質疑時間に彼は火星は大気を持ち生命を維持する能力を持っている。また火星は赤い星としても知られ、これは我々の偉大な赤軍の紋章でもあると述べこの惑星に到達する重要性について説明した。この頃ザンデルは宇宙船の推進力として太陽棒を用いることを初めて提案した。ただし17世紀には ヨハネス・ケップラーも太陽風を推力として用いる可能性について研究している。1925年、ザンデルは、Problems of Flight by Jet p r ョ p u l s i o n Interplanetary f l i s という論文を発表し、その中で2つの惑星間の宇宙船航行において、2つの惑星の衛星の重力を利用することによって、軌道の最初の時点で加速し、 軌道の終わりの時点で減速することが可能であることを主張した。これはスイングバイとして知られている方法である。1929年から1930年にかけてヤムに在籍していた頃、ザンデルはブロートーチを改造し、ガソリンと圧縮空気で動く彼にとっての最初のエンジン OR-1 を開発した。 彼はまたこの頃からモスクワ航空大学で教弁を取り始めた。1931年にはモスクワでガードを旗揚げしたメンバーの一人になった。ザンデルは第一旅団で216の巡航ミサイルに使われた OR-2 ロケットエンジンの開発にも携わった。またガード -10 は1933年11月25日に飛行に成功した。 ザンデルはロケットの設計も行ったが、同年3月にキスロボツクでチフスのため死去し、飛行を見ることはできなかった。ありがとうございます。